皆さんこんにちは、店長武蔵とその仲間たちがですねバイク店をさせていただいております。はい、BMW の、K1100RS ですね、こちらのですね、フロントフォークの、メタルブッシュ来ました。はい、で、まあ、これ見ていただくと中がねテフロン加工、これはアウターにはまるやつですね。でこちらがインナーの一番下につく外側にテフロン加工してある。で ここが要はアウターと、ね、触れて、でこっちが、インナーを動いてるっていうものですね。はい、メイドインイタリーって書いてあります。はい、袋には、はい、マルゾッキですからね、これ確かマルゾッキのフォークですからイタリア製っていうことなんだと思います。はい、あとは一番下、日本のやつって、銅とか、銅ワッシャーみたいので、シールワッシャーになってますね。下止めるボルトが。マルゾッキは、こう、ゴムの、オーリングが入ってるんですね。それで締めて止まってました。はい。なので、一式交換なんですけど、これだけでね、20何ユーロ、いくらあ、ポンドなんですよ。イギリスで買ったんで。これ、こっちですかね、13、うん、これがね、27.8 ポンド。すごい。いくらですか ?27.8 ポンドって。だいたい今148円ぐらいなんですかね。1個4100円。これ、マルゾッキの。ちなみに、ウェビックでもね、見積もり出したんですよ。純正部品でね。もっと高かった。5000円なんぼ。うん、で送料もちろんかかってるんで、送料がね10ポンドぐらいかかってるんです。今回10ポンド小物だったんで10ポンドで、はい、1500円ぐらい、送料は1500円ですね、イギリスからね。で、まあ、これこっちだけで8000円ぐらい、2つで、でこっちが 18.9 ポンドすごいっすね。要はね全部でいくらかっていうのかね、 89.58 ポンドですよ。まあ、148円として、まあ、送料すべて含めて 13,257 円、ね、これ、これで。でもこれね、やっと来たんで、先ほど来たんで、はい。ちょっとね、今日休みなんでね、申し訳ないんですが、これ組み込んで、で、戻して。で、そしたらもうあとは、ちょっと一応試乗しないとまずいんで、試乗して、その他の部分もね、問題ないこと確認して、そしたら BS の方にちょっと持ち込んでですね、発送ということでなったんです。ちょっとね、大変お待たせしているものなので、はい。ね、終わって、やりたいと思います。はい。今週中にはできると思いますので、はい。よろしくお願いします。失礼いたします。